はい、これなんですよ。終戦のシナリオって、はい、そうです。今の累積順次、うん、まあ、順次的なその一発でガッと短期で決戦でわーってやるんだっていうことを狙ったところでうまくいかないじゃないですか、はい、で今だらだらやっぱり、はい、入ってしまうその長期戦に入るモードに今ちょっと入りつつありますけど、はい、今ですね、いろんなところでこれどうやってこの戦争を終わらせればいいんだということを、うん、考えてる人結構出てます ね、 すね。昨日も BBC でなんか5つのシナリオとか言ってですね、シナリオいっぱいあるんですけど、うん、僕がいろいろ比較検討した中ではですね、うん、一番面白かったのはですね、ニューヨークタイムズに3月4日に出てたロス・ドーサットというですね、保守系の方が一応提示してたやつ、うん、まあそれもちょっと僕合わせたんですけど、うん、こういう3つの可能性があるんじゃないかと、はい、ちょっと一つずつ説明していきましょうか、うん、はい、まあ、自由と民主主義を愛する社会が、うん、はい、ウクライナと、まあ、ロシアの間でこういうふうに決着してくれたらいいなというのは、うん、やっぱり一つ目じゃないですか、はい、プーチン政権が崩壊する、もう望んでやまない望んでやまないですね、はい、でロシアが自滅する、はい、これやっぱり理想的ですよね、はい、まあ、できれば、ちょっと時間かかるだろうなって思いますね、まあ、中期長期じゃないと、そうですね、短期だと、ただまあそろそろ経済破綻しそうな、これは経済破綻しそうだなんですけど、意外にその西洋側 の、 その結束が経済界も含めて結構今回締め付け、一緒にこうガッとやるという、はい、でまあ、一般的にはこういう経済制裁って大体においてその、なんていうんですかね、数ヶ月からまあ年単位で効くものじゃないですか、うん、っていうことなんですけど、うん、今回に至っては結構その核兵器的にですよ、うん、まあ、スイフトまずやめるって言ったのは、まあ、それ後でやります、ね、あ、そうかそうか、はい、話ですけど、はい、まあ、そういう形でとにかくプーチン個人がやめたってなるか、はい、権力闘争で敗れるかとか、うん、まあ、そういう意味でロシアが引くという形、二、うん、つ目ですね、これ、はい、短期で収束する、うん、まあ、これは今必死にやってることじゃないですか、うん、まあ、プーチンはもう自戒しないので、ロシアも自戒しないのでまだ時間かかるんで、まあ、短期で終わったらいいよねってことで、まあ、停戦交渉今いろいろやったりとかする、はい、これはまとまらないですね、いや現状ね、現状もうまとまってないじゃないですか、今実際格差ありすぎですもん、まあ、戦力のね、はいはい、条件が全然、うん、はい、ロシアはもうどん一歩も引いてないですよね、はいはい、で3番目が、はい、ロシアに対、ロシアがうん、まあ、もう大損害を出しながらも厳しい勝利をしてしまうって、うん、まあ、ちょっとこれが僕も言うの嫌なんですけど、はい、基本的にはそうなんじゃないかということですよね、はい、うん、で実際に、これ4日前の地図ですかね、まあ、あんまり現状それほど変わってないんで、まあ、3月4日時点の地図、持ってきました、うん、はい、こういう形になってるっていうのは皆さんもご存知かと思います、これテレビで、ね、毎日出てますので、うん、はい、ご存知かもしれません、南の方が結構進行してるんですね、クリミアの方から、うん、はい、で、まあ、一つの焦点はこの、アゾフ海のマリウポルと、うん、いう町でございます。で、まあ、上の方に、まあ、キエフの方からこう 入ってきたりとか、意外にこの、サミーとかですね、このハリコフ、ハルキフですか、はい、こちらがハルコフ、ハリコフか、うん、はい、こちらは相当、まあ、かなり激しい激戦が繰り広げられるという、うん、まあ、東側はだいぶ入ってきてるなということですよね、うん、で我々ここで確認しなきゃいけないのは、確かに今ロシアは状況悪いです。で西側のメディアで、まあ、日本も含めてなんですけど、ほとんどの指揮者の方が今プーチンやばいよねと、やっぱり制空権も取れてないし、うん、都市も、まあ、でも結構やられてるし、実際にエアパワーも発揮できてないし、まあ、今戦車も相当やられてると、まあ、制空権取れたり取れなかったり、そうですね、こう刻々と変わってるという、ね、どうやらアメリカが相当情報を、うん、ウクライナ政府側に渡してるという話もいっぱい出てきております、うん、まあ、そういった中でじゃあ実際に、ウクライナの戦況どうなのって言ったら、これ我々認めなきゃいけないんですか、残念なんですけど、うん、はい、認めなきゃいけないのはやっぱり南側もなどのこう見てもそうなんですけど、ロシアが領土を取ってることはこれ間違いないんですよ、うん、これ僕すごく言いづらいですけど、うん、取ってますよね、これ、はい、コントロールしてるんですよ、はい、でこっからじゃあもしこれまあ、ロシアが負けるなりなり停戦みたいなことになったとして、うん、この取られた領土に対してこれ、うん、ウクライナ側がこれなんていうんですかね、再びその取り返すことができるのかって言ったら相当厳しいんですよ実は、うん、はい、でそういう現実っていうものをちょっと我々認めないと、うん、
ちょっと話ができないんじゃないかなっていうふうに思うんですね、これ。うん、はい。勝利の条件ですよね。はい、まあ、これも、はい、とにかく領土がでかいといい国だってプーチン考えてるんです。うん、おほほほ、はいはいはい、これちょっと 僕の、うん、まあ、知り合いが、はいはいはい、ロシア人と議論したときに、あ、勝者の方ですね、そう、勝者に行ってるやつなんですけど、そいつがロシア人と議論したときに、ソ連は良かったんだと、でソ連は領土が広くて良かったと、分かります、ね、今のロシアはダメだって言ってる、うん、でもソ連って貧乏になって潰れたよねと、あの国の経営は間違ってたよねというふうに、まあ、その勝者の僕の友達は言ってたら、はい、いやいや違うんだと、広いからいいんだと出た出た、一国民だった相手なのに、はい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 、広いことがいいんだっていうふうに言ってたっていう、とにかくそうなんだと、だからソ連は正しいんだっていう、だからソ連の大国意識、帝国意識っていうのがすごくあって、はい、それがいいんだっていうのがロシア人の頭の中にはめちゃくちゃあるという話らしいんですよ、はい、だから、領土を拡張してしまうと、うん、もう経済的締め付けがあって国民が苦しむとかっていうのは、はい、国民も割と我慢できんじゃないのかとか、うん、国民もそのためなら耐えられるんじゃないかってプーチン思ってんじゃないかと、はいはい、だから帝国なんだから我慢しろという意味が分かんねえこの考え方がプーチンの中にあるから、はい、領土取ったから俺は成功と、はいはいはい、俺戦争勝ったぞという感じになるんじゃないかという、いやでもそれはまさにおっしゃる通りで、はい、これルトワックも同じこと実は指摘してるんですよ、はい、これ皆さんどこかな、どの本の中に入って、うん、ルトワックも言ってたんですよ、ね、ルトワックも、はい、での文春新書の中でそういうインタビューで出てるんで、ロシアについて喋ってるところ、はい、ぜひ見ていただければと思うんですけど、これ現実ですよ、これ現実として、まあ、もちろんどれだけコントロールできてるのか、この色合いっていうところはちょっと、うん、まあ、あるんですけど、うん、実際にここをロシア軍が支配下に置いてることは間違いないんですよね、うん、そうするとこの領土は、うん、まあ、とりあえず拡大できてるわけですよ、うん、はいはい、まあ、2014年の時点でクリミア半島、うん、セバストポリも取り返しましたし、はい、とそうなるとですね、うん、特に僕は、まあ、ロシアが重視してるのはって思うのは、その南部のこの黒海沿岸の、うん、はいはい、まあ、回廊と言われるランドブリッジと言われてるところですね、はい、でしかもこれクリミア半島への水路を確保したっていうのは、これ、まあ、僕何度も言ってますけど、はい、つまり軍事戦略、これ戦略の改造で言うと、うん、現在のところだけですよ、はい、現時点で切り取ってみると、この軍事戦略の下のレベルでは、うん、結構ロシア勝ってるというか、うん、領土は獲得できてしまってるので、うん、これがちょっとまずいよねっていうことなんですよね。だからプーチンの頭の中では俺勝ってるよとかもしれないです。何お前ら焦ってんのと。ただ世界はあれ、プーチンやばいって言ってるけど、はいはいはい、俺実際取ってるじゃんと、思ってる部分はあると思う。あるだろうと、はい、ただこれ問題は大戦略、うん、上のレベル、はいはい、経済、ほら大戦略より上のレベル、うん、これ戦略の解消でいいとこ、はいはい、大戦略よりも上のレベルって何かというと、うん、まあ、大戦略に当てはまるのが経済力、はい、国にとっての経済力であったり、はい、同盟です、うん、でそれはない、はい、でなおかつ世界中を敵に回してる、そうですね、で世界の義勇軍がどんどんウクライナに入ってきてる、うん、こういう状況があると、うん、長期戦ではこれプーチンおそらく負けですね。今ちょっと出てる、はい、ロシアへの制裁一覧っていうのですね、これまあ皆さん、はい、いろんなニュースが出てますんで、はい、一応まあ簡単にまとめました、はい、スイフトですね、これは国際銀行間取引から排除されてます、はい、アメリカがまあ基本的にね、牛耳ってます ね、 そうですね。であと外貨準備高差し押さえしてますね、ルーブルの通貨の買い支えができない、為替介入できないように差し押さえ、今1ルーブル確か1円以下ですよね、確か。だから恐ろしいことになってます。だから物を輸入するっていうのもそもそも難しくなってるんですね、はい、ルーブルで払うってことできないですから。そうですね、そうそう、だから非常にやばい、うん、全員貧乏になってるっていうですね、はいはい、なので、それからシェルとか BP が共同開発は停止すると、はい、ただシェルは売買利益、ロシアからガスは実は買ってて、はい、ヨーロッパに流してて、はい、でそれは実際今このシェルがロシアからガス買わないとヨーロッパなんか停電するらしいですね。あ、そうですね、冷え上がるっていうかね。実際そこはね、うん、はい、ドイツも今入ってるところはちょっと無理だって。だから利益が出たらそれは寄付します、はい、ウクライナに寄付しますっていう、はいはい、あとビザマスターカードアメックスなんかももう停止。これは痛いですね。
これは、これは、いや、僕はこの痛みはよくわかりますよ。はい。はい。カード使う人間なんで、これは。カード止められたらね。いや、これはロシアの今、しかもほら、ロシアってそういうカードというか、はい、ほら、電子決済の国、うん、そうですね、いや、だいぶ進んでるじゃないですか。しかも、銀行行ってもルーブルも出せないからね、今。札ないから。札がないですからね。札がないから。そうですよね。はい。だからまあ、はい、マイクロソフト、アップル、オラクル、アドビー、ティックトック、ネットフリックス。これはまあ、全商品のサービス停止。まあ、一部のやつもあるけど。そうですね。でもまあ、こうやってサービス停止なんですよ。ティックトックできない。ネットフリックスってこと、これ、何ですか、愛の逃避行ですか、こういうのも見れなくなっちゃうという。愛の不時着じゃないですか。愛の不時着だけ。愛の逃避行じゃねえや。いや、なんでロシア人が韓国ドラマ見てるんですか。いやー、見ると思いますけど、ね。見るんですか。全裸監督見れないじゃないですか。全裸監督見れないですよ。はい。あ、これは大きいですね。はい、だからまあ、これでね、なんかロシアの若者は気づくけど、はい、SNS があるから、はい、年寄りは気づかないって言うけど、クレジットカード止められて、うん、マイクロソフト止められたら、うん、仕事もできないですから、そうですね、決済できないっていう、いや、本当、60以上の引退してる人しか、どうでもいいって、だからあとは全然見れないですよ。60以上の引退してる人たちで、まあ、基本的にソ連時代を知ってる人たちだから、そうそうそう、その人たちはまあまあまあ、いいかもしれないけど、こんなもんだなぐらいな。こんなもんだな、はい、ああ、まあ、ロシアがやることってこんなもんだな、まあ、飛行機、はい、航空規制ですか、はい、フライオーバーができなくなっちゃうという、はいはい、ロシア航空機、そうですね、これはエアロフロート、まあ、潰れるんじゃないの、エアロフロートもうアウトですね、うん、だって、はい、ロシアの上しか飛べないんだよね、うん、すごいな、他のとこは航空機、まあ、でもこれカザフスタンとかはちょっといけるかもしれない、あ、確かにね、はい、そういうことです、ね、でも日本の飛行、イギリスとかの飛行機もロシアの上空行けないんで、はい、あ、そうです、そうです、行けない、アメリカ行くときは北極周り行けるんですけど、はいはいはい、日本に来るとしたらどうやって来るんだっていう問題になるし、で JAL と ANA はまだ今のところ行けるかもしれないけれども、コードシェア便になったときにどうなるんだと、はい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 、そうですね、はい、アンカレッジじゃないですか、アンカレッジ経由ですか、もしくは北京経由、北京経由で行くか、いや北京経由嫌じゃないですか。ですか、で中国のキャリアに乗る、ドバイ経由とかで行く、ああ、ドバイ経由か、はいはいはい、いわゆる南に回るんですね、はい、そうなると、はい、であと、まあ、グーグル、ユーチューブが、もうロシア国内での広告停止っていうね、うん、だから、ね、あとザラ、はい、H&M、イケア、トヨタとかもね、も店舗停止とか、輸出停止とか、うん、そうですね、トヨタなんか、ハッキングされてるからね、はい、ああ、そうだそうだ、怒り、はいはい、怒りもあるよね、はい、あると思います。あとメタもアクセス制限してるということで、はい、まあ、これだけ来たら、さすがに反戦運動はするだろうと。で経済、金融、国際世論、うん、あと外交レベルですね、うん、もうこれ火の車じゃないですか、うん、今こういう状況になっても、うん、まあ、プーチン自身は勝利を、うん、はい、そのロシアの繁栄、先ほど和田さんおっしゃったような、うん、そのロシアの繁栄ではなくて、うん、反トの拡大であるっていうところに限って限定して言えば、うん、まあ、軍事戦略レベル以下の下ですけど、はいはい、それだったら、うん、一応彼は、うん、まあ、勝ってしまうというか、俺勝ってるよねと、っていうことにはだからロシアで、ロシア国民から俺は支持されるよねと、まあそういうロジックが、うん、そう、まあ、ロシア国民はとしては悲惨ですけど、はい、それは一つ出口戦略というか、はいはい、としては、はい、一応勝利として、はい、ロシア、まあ、ピロスの勝利かもしれないですけど、はい、非常に厳しい形で、うん、ものすごい 血だらけになりながらも、うん、一応勝利は宣言できる状態なのかもしれないというのが、うん、今非常に僕自身が心配しているところではあります、うん、はい、まあ、オリガルヒって言われてる、はい、プーチンと一緒にくっついてった政商たちが、はい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 、いらっしゃいますね、はいはい、今そのやっぱ7000万円のヨットが抑えられたとか、ヨットっていうかね、はい、差し押さえられたとか、差し押さえですね、はい、そういうふうな話もあるみたいですので、はい、ちょっと内部でも揉めてんじゃないかという情報はいろいろ出てきてるということですよね。はいはい、いやいや、でもこれは、うん、僕はおそらくブレインドレインとよく言われる、うん、ロシアを本当に支えてたような人材が、うん、まあ、ただでさえ人口、まあ、少子化が激しいのに、うん、そこからもう今まあ、知能 もう職もあった人たちが、うん、結局ロシアの国内に留まってたら危険じゃないですか、はい、まあ、職もなくなっちゃうしって、はい、なのでどんどん今出てきてるっていう状況は、うん、これ本当に長期的に見たら、うん、ロシアにとって何の得策でもないですね、うん、国力そのうち回復、まあ、戦争終わった後に国力回復しようと思っても、はい、人材がそもそもいないので、うん、
これはかなり大きなインパクト、はいね、を残すというふうに思います、ねはい、いやロシア本当にあの、はい、長期的には崩壊の道を歩んでるっていうのは僕の一つの結論ですけど、はいはい、短期で言えば、うん、ロシアの半島を拡大したという意味でもう領土取ってて、そうなんですよ、プーチンさんは実効支配してるという事実からしてみたら、はい、プーチンの頭の中では完全に勝利だとね、えそういうふうに無理やりいくかもしれない、うん、ウクライナとしては敗北だと、はい、そうですね、はい、いやもうだって交渉できないわけですからね、まあ、あの基本この先ほど の, あの地図をやっぱ見ていただければそうなんですけどこれ、うん、じゃあどの時点じゃあ西側がウクライナ側が勝利って言えるかというと、うん、もう押し込まれてますから、はい、そこから押し返せるかって言ったら、うん、なかなか厳しいと思いますよ。ね、ウクライナの理想としては、うん、あのルハンスクとかあのドネツクみたいなそのドンバス地方も押し返して、はいうんロシア兵を全員向こう側に押し出し、うん、クリミア半島も取り返しってことじゃないですか、うんうんはい、でもそれはなかなかできないので、はい基本的にはこう、はい、入り込まれて領土を削られた状態でなんとか我慢するかどうかっていうところが最終的には、まあ、時短っていうかね停戦交渉ですよね、はい、これはね、まあ、本当厳しい。あったかくなって戦車が動かなくなったら、はいはい、ぬかるんだりとかしてね、はい、来るとちょっとまた変わるかもしれないなと、ねうん、そうですね、はいまあ、実際でもロシア軍の中の規律はひどいっていうのはやっぱり聞きますので、うんうん、まあまあまあでもこれは本当に短期で見たら、はいまあ、基本今実は実質まあ勝ってるし、はい、プーチンの頭の中も俺勝ってるよね、はい、ってことになってるのかもしれないですね。それがまあ、はい、本当にいいことかどうかっていうのは、うん、長期的に答えは出てくると思うんですけど、うん、はい、はい米中20年生産ソライのパート7、はいはい、いよいよ発売になりますありますのでぜひご覧いただけてお願いします、はい国家と個人のエマージェント戦略ということで発売しております、はい、あのおまけ音声がおまけ音声ありますね。ちょっと外で、外で言えない話があるあそうですね、はいはい、やっぱちょっと戦略家を増やさないとですね、そうなんですよ、やはり、はい戦略的な考え方を増やさないと日本ってこれから戦争勝てないだろうというのも、ね、戦争って言っちゃいましたね、ね、もう戦争って言っちゃいましたね、完全戦争でしょやっぱり戦争はやっぱ勝たなきゃ意味がありませんからね。まあ、そうですね、はい、米中二次戦争ソライオありますので、はい、ぜひ、はい購入いただけたらそうですね。最新音声レポートとなっておりましてですね、はいはいはい、分析をいくつか、はいまあ、本番組プラス、はい、一歩踏み込んだ情報をいろいろ分析しております、はいはい、そうですね。